中央線と総武線。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。あ、どうも。よく会うよね。あ、そうだね。あ、僕ね、総武線。しか、正しくは、中央総武線な。ごめんなさい。僕ね、ちょっと前まで、ちょっと前までね、もうぐるんぐるん回って全部確定だから、間違えちゃった。あ、まあ別に、そんなこだわってねえから。じゃああれ？お宅も千葉とか行ったりしてんの？いや、俺は千葉の方は行かないかな。あ、ほんと？どの辺行ってんの？どっちかっていうと、東京？あれ？じゃあ都会っ子だ。シティーボーイなんだ。いや、それは知らねえけど。いや、だけどさ、僕もね、基本は都会っ子よ。あ、そうなんだ。基本はシティーボーイなのよ。だけどさ、たまには千葉もいいもんだね。それ千葉に失礼だわ。じゃあお宅はあれ、東京から三鷹まで？いや、三鷹よりもうちょい西の方かな。あ、そう。どの辺行ってんの？高尾。あ、高尾。そうそう。そんな土壁地。こら、土壁地言うな。一応東京だろ。ちゃーちゃ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 。てか今誰か高尾とか言った？つか俺ら高尾よりもっと西だから、高尾山口だから。っていうか俺ら下手すっと大月だし。どこそれ？山梨。こりゃ失礼しました。大月に比べたら千葉が大都会。こら、大月なめとんのか。これはこれは中央線さん、総武線さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？総武沿線といえばおしゃれタウン吉祥寺。吉祥寺といえば僕、東京で一番行けてる通勤電車、井の頭線だよ。いよっていうか、呼んでない。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。意味わかんねえ。あ、僕ね、おしゃれタウン三鷹だから、行けてる通勤電車だから、ガタンゴトーン。つか正しくは、京王井の頭線だろ。いよっ